ありがとうございます。ありがとう、初見さんも。中村舞です。愛媛県出身です。3万ってすごいよね。マツダスタジアムと同じぐらい。マツダスタジアム、いっぱい入るよね。行ったことある？あるよ、あるけどね、なんだっけ、去年の夏にあれで行ったわ。なんだっけ、あれですよ、あれ、始球式、あ、ファーストピッチは違うんですよ、坊ちゃんスタジアムなんですよ、愛媛。あ、そう、オールスター、オールスター、そう、2年連続オールスターで関わらせていただいて、そうなんですよ。そう、オールスターで試合観戦させていただきましたよ、去年。そう、千穂ちゃんとココアさんと3人。ホームランダービー、いや、そうよ、ホームランダービー。でもあれめちゃむずかった、ホームランダービー。いや、もうだってすごいもん。もうすげーしか言いようがないぐらい、本当になんかもう私たちに解説できるのかっていう、本当にもうすごーい、打った、すごい、打った、すごい、打った。いや、でも本当すごかったですね。国歌斉唱やります。国歌斉唱前にやったことがありますね、大好きな人ぐらいの時だから、もう結構前、4年5年前ぐらいかな、あ、わかんない、それぐらいの時。マツダスタジアムは2回行ったことがあります。それとその去年のやつ。え、そう、あかんやつ、いや本当にダメなやつですよこれはね。え、そう、なんかいつもね、だいたい目がめっちゃ乾燥して外すのに、そう、え、そう、つけっぱ、そのなんかね、つけっぱで寝落ちするのめっちゃ良くないんだけど、たまにやっちゃうんですよ。で、大体でも起きたら目がめっちゃ乾燥してて、うわ、コンタクトつけてたってやつなるんですけど、なんかそれに一個もならなくって、今日の朝は普通に過ごしてたら、なんかめっちゃ目が見えるなと思って、そしたら昨日のがついてる、そう、つきっぱなしで、そう、丈夫。湿度の問題なの。そう。東京駅まで気づかんかった。え、昨日のもう撮ってるよ。もうやばってなってすぐ撮って。そう。新幹線で寝るから。だから絶対にコンタクトつけないんですよ。そう、朝コンタクトつけずに乗るんですけど、寝る前提なんだ。そうだよ。どの程度まで見えるか、なんか人がいるとかは分かるけど、誰がいるかは分かんないから、そうだね。なんかどの程度でも外したら、なんか遠くにいる人はみんなのっぺらぼうに見えるかも、知らん人についていくことないな。そう、私度数マイナス6と 6.5 だ。
さん見えないやん。寝る前提なんですけど、富士山一回だけ見たことある。メガネ持ってるけどね、つけて歩くことがあんまないんかもしれん。そうね、あの朝コンビニとかに行ったらもうやばい、もう商品とかをこうなんかって、うん、親子丼かみたいなもうなんかここまで見て、あこれかみたいな、本当にもうここまで持ち上げんとわからんか、腰をかがめる、あって。ありがとう。歩けるよ。それは大丈夫。嗅覚を発達させよう。私コンタクトつけてない時だけ。これは親子丼だ。これはマッポ丼だ。そんなの、そんなことしてる方がちょっと、いますか。マジ？知らない場所でもなんか一番私が困るのは、集合場所に行ってメンバーがいるときに誰がいるか分かんないから、こうやってこうやって行くんですよ、こうやってで近くまで行って、メンバーじゃない人におはようございます、お疲れ様ですとか言ったらびっくりするじゃないですか、知らない人に言ったら。だからこうやってで近くまで行って、あおはようございますみたいな、もうなんかいつもなんか ペコペコ先に会釈をしながらこうやって行って、向こうもちょっと会釈してきたら、あメンバーかな、おはようございますみたいな感じ、先にペコペコするかこうやって頑張ってみる。なんかでも気まずいのは、同期におはようございますって言った時が一番気まずいかも。なんかさ、同期とか一番おはようみたいな感じなのにさ、おはようございますとか言った瞬間にさ、間違えたやんってなるけどさ、先輩だと思ったやんみたいな。同期はおはーって感じだから、いや間違ってはないけど、なんかいきなりちょっとなんかちょっと距離感じるみたいな。確率低いから勝負、確かにね、ドラさんはねそもそも人数が少ないですからね。後輩には、私後輩にはなんかねタメ口使えんのよね、あんまり。いやタメ口喋るときはね普通に喋るんだけどね、なんか挨拶はお疲れ様ですって言っちゃう。なんかもう同期以外にはみんなお疲れ様です統一かも、かな。なんかあんまりなんかわかんないけど出ちゃう、それが口から。
同期だけ、そう、例外です。年上の後輩いますよ。ココアさんとか、この間ね、ココアさんにね、ココアさんがね、なんかその日レッスンが一緒だったんですよ。ちょっと前にレッスンが一緒で、でなんか昼間にレッスンがあった日があったんですけど、なんか夜みかん持ってきてよみたいな言われて、でオッケーでーすって言ってもうこんな感じになる、オッケーでーすって言って、じゃあまた夜連絡しますって言って、そしたらもう私忘れちゃってて、みかんのこととココアさんの、みかんをココアさんに渡すってことをもう忘れてて、2日ぐらい経ったんですよ、そっから。でまた最近会った時に、あ、そう、昨日か、え、一昨日、昨日か、会った時に、ねえみかんって言われて、私あの時にねえ前みかんって言われて、でえぇ、ー、みたいな私あのそう集合場所でみかんって言われて、えぇ、ー、わぁ忘れてました、すみませんねもうちょっとね完全に忘れてて、そう、めっちゃココアさんちょっとみかん多分食べたすぎて根に持ってた。そう、申し訳なかったですね、忘れちゃって。違う、明日持っていこうかなって思います。で明日持っていくの忘れそう、またそう、ずっと待ってくれてた。みかんね、大好きなんですよ。朝配信やればみんなが教えてくれるよ。いやーちょっとごめんなさいね、あのね、朝はね本当に別人なんですよ私本当になんか夜頑張ろうって意気込んでも、私朝はもう自分、朝の自分信じてないんで、あ、無理って感じなんで、ちょっと朝の自分は本当に信用できないマジで別の人みたい。なんか眠い時の自分って別人みたいじゃない？別人格みたいもん。ケント、ありがとう。56分だよって言われる。ちょっとじゃあさ、あれあれなんだっけ、あのタワーのお礼させていただきます。じゃん、最初はまずもっとまちさんです。あのなんか最近毛糸のギフトなんで、この編み物の絵を描きました。もっとまちさん、ありがとうございます。姉キュー、まあ姉キューこんな感じかも姉ちゃんに怒られそうありがとうもっとまちさん、うまくない？ありがとう。うん、うん、続きましてひょうさん、じゃーん。え、ちょっとさ、すごいガタイ良くなったんだよね、書いてたらなんか衣装、あのこの昨日の服フェスの衣装書いてたら、なんか思ったよりもガタイがすごい良くなってこれはあの私夜はツインテールだったの
ひょうさんありがとうございます。ちょっとムキムキになった、ありがとう。ね、こんな感じのなんかね衣装なの。続きましてマクアラオンさん、じゃーん。昼は、昼はってか昼じゃないか、四国の時は髪の毛下ろしてた。これはあのあれ、ブン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 、ありがとうございます。星ですね。え、なんだろう、 NG ワードになってる。あ、タオルですね。タオルさ、ショールームで謎に星ワードなんだよ。聖火、聖火じゃない直火。マクアラオンさんありがとうございます。うん、星ワードになるのということで、ありがとうございます。明日は皆さんよろしくお願いします。ちょっとね、あ、ありがとう、なんかギフト、壇上呼ぶ、ちょっと待ってね。りょんきゅうさん、パオさん、しんさん、ピロミンさん、トールさん、ターキューさん、もたまちさん、くまねパパさん、おっさんずさむさん、福太郎さん、きなぺこさん、スルメッコさん、はじさん、ありがとうございます。明日は何の髪型しようかな。ありがとう。うん、お疲れ、ありがとう。また明日。でもありがとう。おやすみ。また明日。あ、巻き髪でした。おやすみ。明日は土曜日です。